それではここで各選手より大会に向けての抱負、そしてご挨拶を一言ずついただきたいと思います。まずは戦国 SRC 代表、尾身川道弘選手、よろしくお願いいたします。はじめまして、吉田道場の尾身川道弘です。ドリームとの対抗戦ということで、高谷選手と決まりました。非常に僕の中でもドリームの中でも一番強い日本人の選手だと思ってます。その選手と戦えるってことが非常に嬉しく思います。そして、もう今からでももうよだれがこぼれそうぐらいワクワクしてます。当日は激しく打ち合いましょう。ありがとうございました。尾身川選手でした。では高谷宏之選手お願いします。正式に対抗戦ということで尾身川選手と試合が決まったんですけど、まあ要は戦国対ドリームの喧嘩だと思って思いっきり尾身川選手をぶっ飛ばしたいと思います。ありがとうございました。ドリーム代表高谷宏之選手でした。続きまして戦国 SRC 代表横田和則選手お願いします。こんにちは、グラバカの横田です。何とかちょっと話したいことがあるんで、まず、やっと決まったなっていう感じですね。なんか対戦者が結構ごねてたみたいなんで、もう対抗戦って決まったんだったらもうパッと気持ち切り替えて早く言ってほしかったですね。正直チケット注文するので困ってたんで、やっと決まったからこれで気合も入って、あとはやるだけなっていう感じですね。それと昔に川尻選手と石田選手に勝つよりもゴミ選手に勝たないと意味がないっていう発言をしたんですけど、まあそれは正直やっぱゴミ選手に2人とも負けてるんで、やっぱゴミ選手に勝たなきゃ意味がないっていう発言自体はそれを言ったことなんであれなんですけど、今はもう川尻選手正直知名度もすごいあるし、やっぱマスト選手やって知名度も上がってで実力もあって、正直俺なんかは勝ってますけど知名度は低いんで、正直美味しいって言ったら変ですけど、もうここで勝って逆に俺が知名度上げていきたいなっていう、正直そうですね、まあ、ここはモチベーションは確実に俺の方が上なんで、そこを見せていきたいと思います。あともう一つ、去年大晦日で、武田選手とやって、で今回マースト選手と川地選手 K1 ルールでやってますけど、まあ、K1 ルールでやったら確実に俺の方が強いんで、まあ、そういうところを見せたい。もういいよ黙れよお前、うるせえな聞けよ。まあそれでそうですね、正直俺マス選手だったら俺もっとできた、俺だったらもっと前線できるって自信もあったんで、まあそれを今度の試合で見せたいと思います。ただ相手は多分テイクダウンで来ると思うんで、まあそこを1回にしのいでスタンドで勝負できるかだと思うんで、まあ当日はあとそこを見せていきたいと思うんで応援よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。戦国 SRC 代表横田和則選手でした。ではドリーム代表川尻達也選手よろしくお願いします。そうですね、まあ今年も濃い大晦日を過ごして、いい正月を迎えたいと思います。俺はファンやスタッフに家事やれんのかって言われたらやるだけなんで、いい正月を迎えられるよう精一杯戦いたいと思います。ありがとうございました。ドリーム代表川尻達也選手でした。では戦国 SRC 代表広田瑞人選手よろしくお願いします。広田瑞人です。まあそうですね、対抗戦で、まあ、青木選手と決まったんですけど、まあ俺のことを知らないようなんで、まあガツンとぶっ飛ばしてやろうかなと思ってます。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。戦国 SRC 代表広田瑞人選手でした。では最後にドリーム代表青木真也選手お願いします。はい、そうですね、本当はね僕と川尻選手の今年の12月31日の大晦日は僕と川尻選手のタイトルマッチが決まっていて、僕も OK を出していたし、川尻選手自体もやってくれると、そして2人で今年のドリームの総決算をしようということになっていたんですけど、
まあこういう形になって、うん、なんて言うんだろうな、僕の気持ちというか、まあ笹原さんしかりスタッフしかり、そこにねこう泥を塗ったってことは僕の中でそれが一番許せないことなんで、うん、この人たちが刺しに行けって言うんだったら僕は刺しに行きます。大晦日楽しみにしてください。はい、どうもありがとうございました。対戦カードが決まりました。全選手の皆様に一言ずついただきました。それではここで、記者の皆様からのご質問を受け付けたいと思います。GBR の中森です。川尻選手に質問なんですけれども、もともとさっき青木選手の方からもありましたが、まあ、今回タイトルマッチが組まれるんじゃないかという中でこう対抗戦で横田選手という試合が決まりましたけれども、まずそのことについては川尻選手はどのようにお考えでしょうか。では川尻選手お願いします。対抗戦だかなんだか知らないけど、そんなの興味ないしやる気もないし、別にいい試合するつもりもないんで、ただ当日リングの上で相手の息の根を止める、まあ、それだけするだけなんで関係ないです。スポーツライターの布施と言いますけども、青木選手に質問なんですけども、今のお気持ちっていうのは、今のコメントでよく分かったんですけども、試合9日前に、正式に決まったということで、モチベーションの方はきっちり上がっていますでしょうか。はい、そうですね。僕自身ね、これを生業にしているプロ選手ですから全く問題ありません。本当に何よりも、ね、こう自分のを育ててくれたというか、自分の親に親のメンツを潰したってことが本当に僕の中で許すことのできないことなんで、まあ申し訳ないけど、全て全勝で潰してやりたいと思います。ありがとうございます。スポーツライターの茂田と申します。谷川さんか笹原さんかお聞きしたいんですが、まあ、対抗戦で、まあ、燃えるのも結構なんですけども、お互いにルールがやはり微妙に違うと思うんですが、その5分3ラウンド10分5ラウンドも含めて、まあ、選手たちにやれっていう以上はじゃあどういうルールでやるのかっていうのは重要なことだと思うんですけれども、それはもう決まってるんでしょうか。はい、ルールはもうほぼ決まっております。5分3ラウンド、5分3ラウンド制で行おうと思っております。あとはですね、まあ、ドリームと戦国と違うのは、まあ、踏みつけのありなしがあると思うんですけど、それはなし、5分3ラウンドの踏みつけなしのルールです。であと細かい当然そのジャッジの基準だとか、そういうところも違ってますので、今それはまさに双方の、ルールディレクターが、すり合わせをしているところです。はい、じゃあレフリーってどういう形になるんでしょうか。どういう形っていうのは、つまりドリームから出すのか戦国から出すのか、まあ、その第三者というか関わってない人にお願いするのか。両方からですね、ドリームのレフリー陣も、戦国さんのレフリー陣も両方ともさばいていただきます。ジャッジに関しても同じですね。カンプロの酒井と申します。高橋選手、大宮選手それぞれ対抗戦ということでかなり燃える部分もあると思うんですけど、その辺、両団体に対する意識というのをお聞かせいただきたいというのと、あと高橋選手に関しては前回、まあ、試合の時にいろいろ客席の方でトラブルがあったので、その件について高橋選手のお考えというのをお聞かせていただければと思います。選手はルールを守って、リングで戦ってるんで、観客のお客さんたちもファンの皆さんもルールを守って観戦してほしいなと思います。じゃないと僕たちにも大会関係者の方にも迷惑がかかっちゃうので、その辺はお願いしたいです。まあ、さっきはドリーム対戦国の喧嘩って言ったんですけど、喧嘩の方は僕と尾身川選手に任せてもらって、観客の人は静かに見てほしいと思います。本当に高谷選手っていう選手が僕は大好物です。本当もう今すぐでも試合したいぐらいワクワクしてます。広田選手に質問なんですけども、まあ、今回対抗戦で、まあ、現役のチャンピオンとして対抗戦に出るということで、まあ、対昇格という扱いもあると思うんですけど、まあ、先ほど青木選手の方から全勝で叩き潰すという言葉がありましたが、それについて広田選手はどうお答えしますか。まあ、そのまま
その言葉返すよみたいな感じなんですけど、 SRC が全勝できます。まあ、あとは前進選手にお伺いしたいんですけども、まあ、多分もう試合までこうしてこう顔を合わせることは対戦相手と顔を合わせることはないと思うんですけども、試合までにこう相手に言っておきたいことっていうのは何かありますか。では、尾身川選手から試合までに相手に言っておきたいことを一言お願いします。戦国でずっとやってきてクソったれ劇場最終回の相手が高谷選手なんで、願ったり叶ったりということで、もう僕は準備ができてるんで、試合当日激しくいい試合しましょう。はい、では高谷選手お願いします。まあ、僕も同じ気持ちで、まあ、思い切りやりましょうっていうだけです。では横田選手お願いします。そうですね、なんかすごい自分も相手はすごいリスペクトしてるんで、あとモチベーション上げてもらって上がらないみたいな感じでさっき言ってたんで、上げてもらって、そうですね、いい試合をして、それで自分が最後マイクパフォーマンスができるように頑張りたいと思います。はい、では梶井選手お願いします。なし。では広田選手お願いします。そうですね、まあぶっ飛ばします、それだけです。はい、では青木選手お願いします。はい、そうですね、まあ、サクッと勝って、いや、やっぱドリームって楽しいねってことを再確認してもらえるように頑張ります。はい、ありがとうございました。ペールワンズの山本です。青木選手と廣田選手にお伺いしたいんですけども、今回チャンピオン同士の対決ということなんですけども、青木選手には戦国というイベントの印象を、廣田選手にはドリームというイベントの印象を聞かせてください。まず廣田選手からお願いします。そうですね、ドリームの印象ですか。6チャンネル以上です。はい、では青木選手お願いします。はい、そうですね、まあ僕から言わせてもらえば、まあ、僕しか言えないんですけど、まあ国保候補と北岡選手と五味選手のいない戦国で、僕からするとどうなのみたいな感じですね。はい、なんで、まあ、僕にとってはすごく大事な仕事なので、一生懸命その仕事を、ね、12月31日頑張って持ち代を稼ぎたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ではその他いかがでしょうか。はい、では、どうも皆様ありがとうございました。